私の名前はユナ。旦那と子供の3人暮らしです。娘のリコも落ち着いてきて、最近はママ友とご飯を食べたり出かけたりできるようになってきました。同じママさんたちと日々の大変さや楽しさなどいろいろ話すことで、私の息抜きにもなっていました。そんな時、私が家族で旅行に行く少し前に、あるママ友から LINE が届いたのです。こんにちは。めちゃくちゃ暇なんだけど喋りましょう。どうせユナさんも暇なんでしょ。暇ってわけでもないんですけど、家のことはとりあえず終わったので手は空いてます。どうかされたんですか？こないだ旅行に行ってきたんだけど、一緒に行ってたミキさんがお土産を買ってくれなかったの。買ってくれるって話だったから、私お金全然持っていてなかったのに、ありえないわよね。そんなことがあったんですね。一緒に行くって約束されていたんですか？そうよ。貯金しててお金はあるって言ってたのに、私のお金は一銭も出さなかったの。プンプン、ユナさんも気をつけなさいね。あんな人とはもうママともやめた方がいいわ。愛子さんだけの話だと何とも言えないんですけど、旅行はどこに行かれたんですか？こないだは沖縄、その前はしずさんと北海道に行ってすごく楽しかった。しずさんはお土産代も出してくれたし。しずさんから旅行の話聞いたんですけど、一緒に行く約束をしていないのに勝手に愛子さんがついてきたって言ってましたよ。そうなのよ、聞いて。お土産おごってくれるところは良かったんだけど、あの女、みんなには勝手についてきたとか嘘言ってるの。なんでここのママ友は最低な女ばっかり。ユナさんも私と同じ気持ちよね。私は状況がわからないので何とも。でもしずさんの話だと家族旅行って言ってたので、私もてっきりご家族で旅行しているものと思ってたんですが。だから私の家族も連れて行ったわ。お金出してくれるって話だから、息子と旦那もお金を持って行かずにね。最初嫌がってたんだけど、騒ぎ出したらしぶしぶ出してくれた。それって無理やりお金を出させたってことですよね。ママ友なんだからそれぐらい当たり前でしょ。引っ越しする前の地域ではそんなの普通だったもん。もーんって。それにミキさんと旅行に行ったって言ってましたけど、ミキさん一人旅が大好きで、旅行には必ず一人で行くそうです。ご家族と行くことはあっても、友達や知り合いと旅行に行くことはない人だって聞いてますけど。そんなの知らないわよ。誘われて一緒に行ったことが事実なんだから。私が嘘ついてるとでも言いたいの？いえ、そういうわけではないんですけど。あ、そうそう、今度旅行行くんでしょ？そうです。旦那の会社が家族も全員連れて行ってくれるらしくて。行き先って雲林三上ホテルだってね。羨ましいわ。私も行けないのかしら。今度ご家族とかで行ったらどうですか？よく CM とかでもやってますけど、いいホテルですよね。だけどお金もないし、一緒に行かない？え、一緒にですか？そうそう。今回はお金は会社持ちなのでいいんですけど、さすがにまた家族だけであのホテルに泊まるってなると結構な金額になっちゃいますよね。行くならもう少しお手頃のところに行きませんか？え、わからないの？何がですか？私もホテル泊まりたいな。楽しそうだな。息子も行けたら喜ぶだろうな。誰か連れて行ってくれる人いないかな。ああ、行きたいわ。もう鈍感な人ね。私を誘いなさいって言ってるの。誘って慰安旅行にですか？それは無理ですよ。旦那の家族しか参加できないのに、部外者が来たら意味わからないじゃないですか。別に3人増えたところで変わらないでしょ。ということでよろしく。無理ですって。参加人数は私と息子と旦那の3人です。そこにいきなり3人も増えるなんて。ならあなたたち家族に代わって私たちが行ってあげる。そうよ、そうしましょう。やっぱり私って天才なのね。自分の発想力が怖いでち。なんでそういう発想になるんですか？私も違う意味で愛子さんの発想が怖いです。私と息子は違ってもバレないかもしれないですけど、社員である私の旦那が違う男になったら気づかれますよ。
ならしょうがないから旦那は留守番ってことか。あ、それか旦那だけ自腹で行かせればいいんだわ。やっぱり愛ちゃんは天才でちゅ。その赤ちゃん言葉気持ち悪いのでやめてください。そんなことできるわけないでしょ。自分が何言ってるか分かってますか。分かってなくて LINE 打つわけないでしょ、おバカね。旅行に行きたいならご自身で行かれてください。もちろん自分でお金を出して。そんなお金どこにあるの。私貯金なんてしてないから旅行になんて行けないわ。ならやっぱりさっきの旅行の話も勝手について言ったんですね。本当はしずさんやみきさんから話を聞いてました。いきなり旅行の当日に家の前に待ち伏せしてたって。それで勝手についてきたかと思えばお財布がないからお金を貸してって。あら、そうなの。そうなのって愛子さんの話ですよ。しずさんは先にみきさんの話を聞いていたから絶対にお金は出さなかったって言ってて。私昔のことを忘れちゃうのよね。あなただって三角形の面積の出し方とか覚えてないでしょ。私のことを責めるなら言ってみなさいよ。底辺かける高さ割る2です。はい、ダメ。どうせググったんでしょ。向こうです。結構みんな覚えてると思いますけど。というか話をそらさないでください。旅行にはもちろん参加させませんから。それではこの話はおしまいです。へえ、そんな態度なんだ。うんうん、よーくわかったわ。へえ、そっか。なんと言われても無理なものは無理ですから。ではおやすみなさい。おはよう。すがすがしい朝に美味しい空気。素晴らしい旅行日和ね。楽しみで夜も眠れなかったわ。おはようございます。愛子さん旅行することにしたんですか。本当に今日はいい旅行日和ですね。旅行楽しんでください。ええ、あなたの代わりに旅行楽しんでくるわ。はい。あなたの旅行も今日でしょ。私知ってるんだから。必死に隠そうとしたみたいだけどバレちゃったわね。なんで私の旅行日を知ってるんです。教えないようにしてたのに。情報ってどこから漏れるかわからないものね。怖いわね、ユナさん。それに私の代わりに旅行に行くってどういうことですか。私もうバスに乗ってるの。あなたの奥さん役として乗ろうと思ったんだけど、とりあえず心配だから勝手にバスの一番奥に乗ってる。まだ誰も乗ってないから貸し切り状態。ホテルに入るときはあなたの名前を使わせてもらうから。はい、勝手にバスに乗ってる。そうよ。ホテルには私があなたの名前を使うから、あなたは辞退した方がいいんじゃない。同じ名前の女が2人もいたらびっくりされるわよ。私が妻だって言えばいい話ですよね。でも会社の人たちはあなたの顔なんて知らないでしょ。私がなんでそんな嘘言うのって演技したらみんな信じちゃうわよ。どちらにしろそんな騒ぎを起こしたくないでしょ。なら旅行は諦めることね。ちょっと待ってください。あ、いっぱい人が乗ってきた。それじゃ行ってきます。バイバイキー。あなたの旦那の会社の人っておじいちゃんおばあちゃんばっかりなのね。老人ホームかと思ったわ。あなたの代わりに旅行は楽しんでくるから。私は旅行に参加していますけど。は？さっきから思っていたんですけど、どのバスに乗ったんですか。私は言われた修羅場広場のバスに乗ったわ。修羅場広場？集合場所そこじゃありませんけど。え？違うの？だいたい私たちは名簿で名前の確認をしてますけど、確認されたんですか。そんなのなかったわ。いっぱい人が乗った後にテンコみたいなの取っただけ。やっぱりおかしいですよ。私たちのバスは乗るときにちゃんと名前の確認と参加書類の提示をしています。それに待ち合わせは伊勢丹バスセンターです。え、本当に嘘じゃなくて。はい。なのでさっきからおかしいなと思ってたんですけど、愛子さんの冗談だとばかり。私は確かにバスに乗ってるの。ならこのバスは何なのよ。今調べてみたんですけど、そのバス多分老人会旅行ってバスみたいです。その広場でのバスはそれしかないみたいなので。老人ホーム？
だからこんなにおじいちゃんおばあちゃんが多いのね。みたいですね。じゃあこのバスが向かうのって足湯だったり健康を願う神社とかみたいです。それより勝手に乗って大丈夫なんですか？途中でバレたら大変なことになると思うんですけど。キャー、今係の人に声をかけられたわ。あなた誰ですかって大騒ぎになってる。どうしましょう。いや知りませんけど、勝手にバスに乗ったんだから当たり前ですよね。警察を呼ぶとか言ってバスを止め始めたわ。必死に誤解だって話してるんだけど、お金も持ってなくて払えないし、どうしましょう。旦那さんに説明してもらったらいかがです？旦那と息子は連れてきてないの。私だけ楽しもうと思って今回は私だけ参加したのよ。参加も何もあなたが行ける旅行じゃないですけどね。とりあえず必死に説得しないと警察の方呼ばれるんじゃないですか。 LINE してる暇があったらそっちで弁明をどうぞ。どうすればいいの。はあ、警察が来たわ。困った困った困った。いえー、その後警察が到着し事情聴取。愛子さんはバスを間違えただけで本当は私の旦那の慰安旅行に参加するつもりだったと話していたのですが、部外者の彼女がなぜそのバスに乗るつもりだったのかと話がさらにややこしくなったそうです。結局警察に解放されたのは1日経ってから。後から聞いた話によると、私の旅行日をしつこく聞かれた愛子さんにしずさんが嘘の場所を教えたんだとか。しずさんもまさか勝手にバスに乗るとは思っていなかったようで、ここまで事態が大きくなってしまいました。それから彼女はしばらく私たちの前に顔を出さなくなりました。落ち着いたから彼女に今度家族で行く旅行の話をしようとすると、旅行って単語を出さないでーと走って逃げていきました。今後は彼女も他人の旅行に無理やり便乗することはないでしょう。皆さんもこんな迷惑女にはご注意を。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。